ちは、デザインドリップです。今回はフォトショップでこのようなウェブテキストを作っていきたいと思います。はい、それでは始めていきます。まず最初にテキストから作っていきます。フォントはビニール OT、 こちらアドビフォントにあるものです。こちらのレギュラーのサイズは500で、トラッキングをマイナス40に設定して、まあ、黒など分かりやすい色でテキストツールを持ってチルと書きます。大文字で書いてください。はい、でもし気になるところがあればこちらでカーニングをします。はい、こんな感じでいいかなと思います。でこちらのテキストレイヤーをシェイプに変換します。上の書式メニューのシェイプに変換をクリックします。するとこのようにパスが書かれました。でこちらを選択して、こちらのパス選択ツール、白い矢印のツールでこのように文字の下の方、 H の真ん中の線より下のあたりまでをこのように選択します。でここで注意してほしいのが、このように C のこの辺はきちんと選択されているんですが、 H のここは選択されないようにしてください。はい、こんな感じですね。ちょっと戻します。はい、こちらのパスを下に200ピクセル伸ばしていきます。シフトを押して20回下ボタンを押します。はい、こちらで OK します。で今度はこちらを歪ませるような効果をつけていきたいと思います。こちらのレイヤーを選択した状態で、編集メニューからパスを変形、そしてワープをクリックします。そしてこちらのグリッドというところのデフォルトになっていると思うんですけれども、こちらをこの 4×4 というものにします。そうするとこのように分割されました。この状態でシフトを押しながら、こうやってこの上から2段目の列と上から4段目の列を選択していきます。はい、こちらの状態でシフトを押しながら2回右矢印を押します。はい、そうするとこのように文字が波を打ちました。で背景レイヤーをダブルクリックして、普通のレイヤーにして、こちらとテキストを一緒に選択して中央に揃えておきます。はい、次は装飾を作っていきたいと思います。こちらの多角形ツールを持って適当なところをクリックします。大きさは100ピクセル×100ピクセル、角数は8、角丸の半径は0、星の比率を 20% にして、星のくぼみを滑らかにするはチェックをオフにしてください。こちらで OK します。そうするとこのようなキラキラのマークができました。こちらを適当な位置に持っていきます。今回は右上に持っていき、こちらをコマンド J で複製して、左下の方に持っていってサイズを小さくします。80ピクセルにします。はい、一旦こんな感じで置いておきます。次はもう一個キラキラのマークを作っていきたいと思います。また多角形ツールを持ってクリックします。で大きさは 100×100 のままで大丈夫です。角数は4、角丸の半径は0、星の比率を 1% にして、星のくぼみを滑らかにするにチェックを入れて OK します。するとこのようなキラキラのマークができました。こちらを右上をクリックして変形モードにして、シフトを押しながらこのように45度回転させて OK します。でこちらを横幅60に変形させます。はい、でこれを適当な位置に散らしていきます。まあ、左上、右下、あとは右上など、こちらでバランスを見て調整をしていきます。はい、こちらの右上のキラキラを1個だけ枠線がついたものにしたいと思います。塗りを0にしてダブルクリックをして境界線を選択します。でこちらの中央にチェックを入れて、サイズを3にします。3ピクセル。で色はまあ何でもいいんですが、とりあえず一旦黒にしておきます。はい、こちらで装飾は完成しました。こちらの段階でこちらの文字から装飾までを全部まとめてグループ化しておきます。はい、最後に背景を作っていきたいと思います。背景レイヤーを選択した状態で、あらかじめ用意しておいた画像を Photoshop の方に持っていきます。で大きさをかなり大きくします。横幅2350にしていきます。
横幅2350にしたら適当な位置で OK します。で、今入れた画像のレイヤーを選択して、上のフィルターメニューからぼかしのぼかしのガウスをクリックします。半径は30ピクセルで OK をします。で、こちらで位置を適当に整えます。こちらで背景は完成しました。先ほど作ったグループをダブルクリックしてカラーオーバーレイにします。で、こちらを通常の 100% で真っ白の FFFFFF で OK します。ちょっと背景を白にして確認します。はい、こちらで完成です。今回のポイントはテキストの変形です。こういった波打った文字はイラストレーターでしかできないと思われがちなんですが、工夫をすることでフォトショップでもできるよということを伝えたくて、こちらの動画を作成しました。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。